こんにちは、まめこです。今日は100均から買い替えたキッチンツール7点をご紹介したいと思います。100均のキッチングッズでもとても便利で愛用しているものはたくさんあるんですけど、使っているうちにその不便さとか壊れやすさを感じたものについては、お料理する時にストレスを感じないように買い替えてきているので、今回はその100均から買い替えてよかったなって思うものを7つ集めてみました。まず1つ目は計量スプーンです。長い間100均のものを使ってたんですけど、味噌をすくった時ですね、曲がってしまって買い替えをしました。100均で使っていたものもこれと一緒で3種類あって、大さじと小さじ、小さじ2分の1、3種類測れるものを使っていました。こちらは和平フレイズっていうところの計量スプーンで、3本セットで売っていたものです。購入した時はリングでつながってたんですけど、それは外して使っています。こちらの計量スプーンなんですけど、すごい厚みがあって手に取った時に丈夫だなって感じました。この柄の部分とかも力を入れても全然曲がる感じがしなくって、こう100均のものはやっぱり少しでも力が加わると、この辺が曲がってしまって、それがストレスだったので、買い替えて本当に良かったなと思っています。こちらはこの深みがある分、粉物のすり切りがしやすいっていうのと、この大きさですね、以前使ってたものに比べるとすごい小さいので、瓶とか狭い口のものにも入れやすいです。で、深みがある分液体も測りやすいんですけど、私の場合は計量スプーンで液体は測ってなくて、液体のものに関してはこちらですね、この100均のミニ計量カップを使ってます。セリアですかね。こんな風に上から見て目盛りがすごく見やすいのと、大さじ3杯まで測れるんですね。こういう計量スプーンだとこう3回測らなきゃいけないんですけど、これだとこの目盛りまでついでそのまま入れるだけなので、すごく測るのが簡単なので、液体を測るときはこちらの100均のミニ計量カップを使ってます。これはすごいおすすめですね。2つ目は味噌マドラーです。前に使っていたのはセリアの味噌マドラーですね。以前セリアの購入品でご紹介したことあるんですけど、その味噌マドラー2回購入してるんですけど、1つ目は半年くらいで壊れて、100均だし半年くらい持てばいいかなって思って買い替えたんですが、その買い替えたやつが多分1ヶ月か2ヶ月ですかねくらいで壊れちゃって、ちょっとそんなに頻繁に壊れるのは使いにくいなっていうことで買い替えをしました。で、購入したのがこちらののの字の味噌マドラなんですけど、ネットでいろいろ調べてて、人気のものだとちゃんとこう丸いのがついてて、こう大さじと小さじが両方についてるのが結構人気みたいだったんですけど、私的にはそんなに大さじ小さじ測ることもないし、そこまでしっかり計量できることにこだわってなかったので、洗いやすさを重視してこの形のものを購入しています。実際使ってみてどうかっていうと、こちら半円になってるんですけど、この先の部分も全部つながってるわけではなくて、少し隙間が空いてるんですよね。なので目詰まりがしにくいというか、とても洗いやすいです。ではちょっと実際に味噌をすくってみたいと思います。こんな感じでぐるっと回すと山盛りで取れるんですけど、やっぱりこう綺麗な丸にはならないです。で、この山盛り1杯だとだいたい25から 35g 取れるみたいです。で、これ半円になってるので上の部分をすり切ると調整できます。こんな感じですり切りにしてあげると20から 25g で測ることができます。味噌マドラーなんですけど、餃子の具をすくって皮に入れるっていう用途にも使えますし、他の味噌マドラーと一緒で、ちょっとした卵をかき混ぜる時の泡立て器のような役割でも使えます。結構餃子の具を取るのには普通のスプーンよりも
取りやすいんじゃないかなって思ってます。3つ目はマッシャーです。マッシャーはたまにしか使わないので100均のものでいいかなってずっと思ってたんですけど、使っているうちに100均のマッシャーが結構硬いものを潰した時に変形してしまって、それをこう手で直しながら使ってたんですけど、それがストレスで買い替えました。でこちらのマッシャーは無印で購入したステンレスマッシャーです。以前無印の購入品でご紹介してます。見た目がすごく小ぶりなので、ちゃんと潰せるのかなって最初は不安だったんですけど、実際に使ってみるとすごく潰しやすいです。小ぶりだからこそこう力が入れやすいのかなって思います。すごくしっかりした作りなので、ちょっと硬いものでもしっかり潰せるし、こう以前使ってた100均のものみたいに曲がってしまう不安っていうのが全くないです。この隙間に物が入り込んで洗いにくいんじゃないかって思ったんですけど、逆にこの作りだからこそ洗いやすいですね。以前使ってたものはこの潰す面が平らで穴が開いてるタイプだったんですけど、その穴に結構詰まっちゃって、爪楊枝でこう取ったりとかもしてたんですね。でもこれはちょっと水で流せば大体はこうサッと取れてしまうっていうのと、ちょっと残ったとしてもスポンジで洗えば全然普通に取れちゃいますね。なので洗いやすいし潰しやすいしで、もう本当に無印のステンレスマッシャーはおすすめです。4つ目はヘラです。以前はお菓子を作るように100均のゴムベラを持ってたんですけど、ゴムベラだと耐熱性がなくて熱いものに使えなかったんですよね。お菓子作りだけじゃなくて普段のお料理でも使いたいなっていう場面があったので、こちらのシリコン製のヘラに買い替えました。3本で1588円だったので購入しました。このちょっと深さがあってスプーンっぽいものと、普通サイズっていうんですかね、大きいヘラとあとは小さいサイズのヘラがセットになってます。アマゾンで購入したんですけど、ちょっとメーカーが分からなかったので商品のリンクを概要欄に貼っておきます。でこちらなんですけど、柄の部分からここのヘラの部分ですかねまで全部シームレスでシリコン製になってます。で中にステンレスの芯が入っているので、すごくここがしっかりしていて丈夫な作りになってます。で中にステンレスが入っているのでちょっと重さはあると思います。でヘラが目的で購入したんですけど、一番よく使ってるのはこのスプーンタイプのものですね。もう普段のお料理で、ちょっとこう炒め物する時にも使えるし、でスプーンのようになってるので麻婆とかあとはトマトソースとか、そういうのをこうすくうのにも使えるのでとても便利です。でこちらのシリコンベラなんですけど、大きいのと小さいのとがあるので、大きいのは炒め物とかにも使えますし、ケーキの生地とか一気に取りたい時はこちらの大きい方が使えて、小さい方は量が少ないものですね。例えば生チョコとかこう少量ずつ型に入れたいものとかはこの小さい方が少しずつ入れやすくて便利です。以前のゴムベラに比べるとちょっと固めかなっていう印象があります。もしかしたら人によってはお菓子作りの時にもうちょっと柔らかい方が使いやすいかなって感じるかもしれないですね。私はこの硬さで全然使えてるので、これに買い替えてよかったなと思います。5つ目はこちらの計量カップです。でちょうど以前使ってたもの捨ててなくてあるので比べてみるとこんな感じです。で100均のものでも最近はこう上から見て目盛りが見えるようになってるものとか使いやすいものすごく増えてるんですけど、やっぱりこう耐熱性のものってなかなかなくって、耐熱性じゃないってことを知らなかった夫がお湯を入れて使ってしまって、もうこうひびがすごい入っちゃったんですね。結構お湯入れなくても100均のものって使ってるうちにこう結構ひびが入ってきたりするんですけど、もうこれは買って結構すぐの段階でひびが入っちゃって、どうせだったらっていうことで耐熱性の計量カップにした方がいいかなってことで
買い替えました。で、購入したのがこちらのオクソの軽量カップなんですが、これは大中小の3種類があって、私が購入したのは中のものですね。最大で 500ml 測れるものです。大は1リットル、小は 250ml 測れるものです。で、このオクソのものも上からこう目盛りが見れて測りやすいんですけど、100均のものと比べるとこの4分の3とか2分の1とかっていう目盛りがあって結構使いやすいです。で、上から見ても測れるし、横から見るとよりこう目盛りが細かくなっていて、3分の1、3分の2っていうのは横から見るとこう測りやすくなってるので、すごく使いやすいです。で、オクソのはこの握るところのグリップがすごく握りやすいです。100均のものだとね、こうそのまま同じプラスチックの素材になってるんですけど、オクソのだとゴム製っていうんですかね、滑りにくくて持ちやすいのでとても使いやすいです。それでいてこれは耐熱性があるので、まあ、私はあんまりお湯入れたりしないんですけど、お湯を入れても大丈夫だし、あとはこれに調味料とかを測って入れてそのまま電子レンジで温めて溶かすことができるので、まあ、そういった使い方もできてすごい便利だなと思います。6つ目がすり鉢です。買い替えたのは結構前で3、4年前とかなんですけど、100均のものを使っていてやっぱりこう滑り止めがついていないのが使いにくくって買い替えました。あとはすりこぎが木製じゃない方が洗いやすいというか衛生的にいいかなって思ってこちらのものを購入しています。こちらは均等のものですり鉢とすりこぎがセットのものなんですけど、陶器製ですね。で、色移りとかもなくって目詰まりもしにくいので洗いやすくて気に入ってます。まあ、こんな感じで下の部分に滑り止めがついていて、で、この部分は取り外しできるのでメンテナンスがしやすいです。ただこうすりこぎも陶器製なので、このする音が苦手っていうレビューがありました。私は平気なんですけど、こう黒板を引っかくようなキーッとした音が苦手な人とかはちょっとダメかもしれないですね。小さくてコンパクトなので収納場所にも困らないですし、ちょっとした一人分のものを作ったりするときにすごく便利です。私の場合は枝豆をすりおろしてずんだのあんを作るときにちょうど一人分くらいの量が作れていいですね。これはあとはケーキとかに入れるこのくるみをちょっと小さくしたいなっていうときにこのすり鉢を使ったりします。こんな感じで、まあ、ちょっと細かくしたいなっていう時に、まあ、叩くよりもこっちの方が使いやすいのでこのすり鉢を使ってます。はい、でこちらが最後です。100均から買い替えてよかったなって思う7つ目ですね。米びつです。100均で買った米びつ使ってたんですけど、それがもう独身の頃からずっと使っているもので、お米が3キロしか入らなかったんですね。独身の頃は3キロ入れば十分だったんですけど、こう結婚して子供も生まれてってなるとやっぱりこう3キロじゃ足りなくって、5キロ入るものを購入しました。で、こちらの米びつなんですけど、こちらは以前のキッチン収納見直しの動画でご紹介しているものになります。以前使っていた100均のものはパッキンとかがついてなくて、本当にただプラスチックの容器って感じだったんですけど、このタワーの米びつはちゃんとこうパッキンがついていて、でこれもちゃんと取り外しできるので外して洗えて衛生的です。でこのパッキンがついていることでしっかりこう密閉できて安心ですね。で今はもらったお米なのでこう直接中にお米入れちゃってるんですけど、これは5キロの袋がそのまんますっぽり入る作りになっていて、買ってきたお米の袋を開けたらそのまんまここに入れて保存しておくことができます。それがすごい楽ちんだなと思います。
私はホワイトを購入したんですけど、白以外にブラックもあって、このスリムな作りなのでそれも気に入っている点ですね。で、この米びつにはこの計量カップが最初から付属されていて、こちらもこう持ち手がついていてすごい使いやすいです。米って結構こう全部入れちゃうと重いんですけど、この米びつはここのところにちょっと溝があって持てるようになっているので、すごい軽々と持ち上げることができて、こうお米を入れ替える時も出し入れしやすいですね。これはすごいおすすめです。はい、ということで今回は100均から買い替えたキッチンツールをご紹介しました。最初は100均のものでいいかなと思っていても、時々使うものを見直しながらお料理する環境を少しずつ快適にしていきたいなと思っています。何かの参考になれば幸いです。今日も見ていただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。少しでも参考になったよという方はグッドボタン、それからチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。